はい、いきます。3、2、1。FM ギノワンのラジオを聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。メンヘラのための番組と銘打っておりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレス言いましょうね。お願いします。メンヘラ、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、なんかメンヘラのメンヘラにあるメンヘラのためのラジオ番組でございますみたいな、ラジオ番組でございますみたいな、ね、外人出てきたけどね。え、私の中のハーフのうちが騒いなんですね。何のハーフよ、山口とのハーフだろ。外人入っとらへん。山口県と沖縄県の山口県とのハーフなんで私。はい、ではよろしくお願いします、はい、メンヘラジオ第78回ということで、はい、はい、放送日がねエイプリルフールなんですよ、実は。今気づいた。え、そうなの。そうそう、じゃあこの番組自体も嘘だよ。見て、昭和古い。だからガチョーンみたいにやってるけど。ガチョーンみたいに。そう、4月1日の月曜日にね、皆さんはお気になってるかと思います。うん、はい、本放送の方はね。はい。うん、で、ツイキャスで今収録遊びに来てい、いただいているリスナーさんの方は、うん、いますよ。3月11日まだ。うん、まあね、ちょっとまたズレが出てるけど、ね、お、来てます、はい、じゃあ読んでいいですか、ちょっと。はい、お願いします。ロアさん、はい、お、日本撮りはウレピーってことです。はい、日本撮りです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本も埼玉の郷さん、健太さん、なっちゃん、こんばんは。はい、こんばんは。埼玉の中の埼玉です。埼玉の中の埼玉、じゃあ埼玉だな、どういうこと。ロアさんもこんばんは。で、はい、こんばんは。リオチさん、先週コロナになってやっと復活しました。あら、そうなんだ。大変だったです ね。コロナは初コロナなのかな。リオチさん初コロナかな。うん、俺たちもコロナかかった時しんどかったもんな、ね、順番にかかったよね。順番にかかった。ナトミが最初に倒れて、あ、これと思ったら俺も翌日ぐらいにはぶっ倒れて、はい、でもあれだね、順番で買い物行けたからよかったんじゃない。そうね、それは確かに良かったというか、うんうん、不幸中の幸いと言いますか。沖縄大好きさん、お帰り。はい、ありがとうございます。ロアさん、動きついてる。リオチさん、初です、コロナ初だったのか。沖縄大好きさん、お帰りなさいって、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。では今日もよろしくお願いいたします。教えて、夏美先生。はい、はい、謎のどういうことですか。コーナータイトルから始まりましたけれども、はい、はい、どういうことですか。なんていうのかな、オープニングとエンディング曲変えたじゃん。うんうん、変えた、最近変えましたね。なんかちょっとまあ1年以上経ちましたし、うんうん、ラジオ番組ね、そうです、そうです、やらせてもらって、はい、メンヘラトーク、うん、に代わりというかね、メンヘラトークももちろん今後も続けていくんですけれども、はい、テーマトークといいますか、はいはい、も続けていくんですけれども、はい、各週でね、うん、今言った教えて夏美先生というコーナーをちょっとやって、まあ、試験的に、はい、ちょっとやっていこうかなと思って、うんうんうん、はい、でどういったコーナー、ああ、そうだね、どういったコーナーなんですか、コーナーになるのか。もう教えて夏美先生っていうぐらいだからさ、うん、まあ大体の予想はできるとは思うんだけれども、はい、まあ、このコーナーではね、教えて夏美先生のコーナーでは、はい、うん、夏美先生、はい、まあ、いろんな経験をして、世の中のね、酸いも甘いも
なんていうのかな、体感してきてる夏美先生にね、うん、まあ病気の質問でもいいですし、うん、まあ日常におけるね、さまざまな質問、うんうん、あるいはお悩み相談、うん、でまたは夏美先生にちょっとジャッジしてほしいこと、うん、だったり、うん、まあとにかく夏美先生に、うん、リスナーさんが教えてほしいと思うことを、うん、メールだったり、うん、ツイキャスのコメントなどでいただいて、うん、夏美先生にちょっとビシバシ質問をして、うん、夏美先生にビシバシご回答いただくというコーナーとなる予定でございます。なる予定でございます。そう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 、はい、まあなんかイメージとしてはね、うん、分かりやすいところで言うと、ガキの使いやあらへんで、うん、あのダウンタウンのね、うん、がお二人がやってるハガキトークのコーナー、うん、あの視聴者からのメール、なんか突拍子もないまっちゃんに対する質問に、うんうん、まっちゃんがあたかもその通りっていう感じで、うん、いやお前嘘だろみたいなのも、うん、なんか全部肯定して話していくっていうイメージでもあるんだけど、うん、まああくまでもね、まあ言ったらパクリなんだけどね。パクっちゃった。まあでもあくまでも素人2人がちょっとやってみてどうなるかっていうのをちょっと試して、うん、面白ければちょっと続けていこうかなっていうので、うん、うん、だからまあ生温かい目でね見ていただいて、まあ面白くなければやめるんで、なんか厳しくというか、まあ生温かい目でジャッジしていただければ。ダウンタウンデラックスだねって埼玉の方が言ってます。あ、まあそういう感じかな、うん、うん、で、はいはいはい、まあ、じゃあなんかわけのわからんね、それこそ質問してもらっても、うん、夏美先生であれば何でもお答えしますし、はい、まあできますし、うん、できるであろう、できますね、はい、当然真面目なね、うん、例えば夏美さんにもう真剣に答えてほしいだろうであろう質問をいただいた際には、うん、もう真剣にね、真摯に夏美先生が夏美先生なりの考えとか思いを語る、うん、語ってもらう形になると思うんで、うんうん、はい、で時々、まあ、僕の立ち位置が助手、夏美先生の助手になりますので、うん、助手の私もちょっと答えさせていただくかもしれませんということ、うん、じゃあツイキャスはツイキャスの皆さんも参加していいんですか？もちろんもちろん、夏美先生にね、うん、なんか質問したいことがあれば、まあどんなちっちゃなことでも、うんうん、答えられる範囲にはなるけどね、なんていうのかな、ちょっとコンプライアンスに引っかかるようなことには、うん、答えられないけど、その辺は、うん、助手である私がちょっと取捨選択していければなと思います。あ、じゃあツイキャス預けていいですか？まあ後ほどちょっと預かりたいと思います、はい、でまあ例としてちょっといくつか、うん、夏美先生への質問として考えてきましたので、はい、はい、どうぞお答えいただきます。先生、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、そういうキャラでいくの？いやキャラはね、ブレたりすると思うんで、しばらくブレるブレるブレだよ。はい、では夏美先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、メンヘラネーム、うん、人生はギャンブルさんより。あ、人生はギャンブルさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。夏美先生こんばんは。こんばんは。はい、猫が顔を洗うと雨が降るという言い伝えがありますが、うん、例えば犬など他の動物が顔を洗うと、うん、一体どんなことが起こるんですか？ああ、なるほど。猫が顔を洗うと、うん、雨が降るって、っていうなんか言い伝えありますね。言い伝えというか、こうやって猫がね一生懸命毛づくろいなのかなんのか顔を洗ってると、あ、明日雨降るかもななんて、野良猫とか見てね、うん、漫画でもちょっとでそういう部分が表現されたりとかもありますけれど、質問は犬とか、犬とか、まあ例えば犬ね、犬が顔を洗ってたら、うん、猫が顔を洗うと雨が降る、犬が顔を洗うとどうなるんですか、うん、って。あ、なるほどね。犬が顔を洗うと、うん、飼い主が喜ぶどういうことあー、よく上手に顔洗えたねって、上手に顔洗えたねって飼い主が喜ぶんじゃないですかね。
お利口さん上手に顔洗えたね、そう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 、今日一人でちゃんと顔洗ったね、起きてきてって、そうそうそう、バシャ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 洗ったねってワンワンがワンワンがバシャバシャと、なるほどなるほど。じゃあ例えば、うん、そうだな、他の動物で言ったらウサギさんだったらどうかな、ウサギさんがどうでしょうか。ウサギさんが顔を洗うと、うん、はい、雪が降る。おお、うん、ウサギさんが顔を洗うと雪が降る。あ、そうなんですね。あ、じゃあ、そうですね、キリンが顔を洗うとどうなりますか。キリンが顔を洗う、はい、キリンが顔を洗うと、うん、あの飼育員さんが喜ぶさっきの犬と一緒やんけ、なんか、感覚的には飼育員がよく顔洗えたねっつって、よく顔洗えたねキリンっつって、あ、そういうことがあるんですね、キリンのリンコっつってあ、もうでは夏美先生ありがとうございました。いや夏美先生でよければいつでもこういう質問なら任せてください。ありがとうございました。はい、こんな感じでね、はい、なんかまあ変な質問も答えますし、まあ例えば、はい、メンヘラネーム、はい、ギャンブル大好きさんより、はい、ありがとうございます。ギャンブル大好きさん、ありがとうございます。夏美さん、夏美先生こんばんは。夏美先生こんばんは。夏美先生はこれまでに、うん、いろんなところに病気の治療で、行かれてるかと思うんですけれども、はい、私もちょっと精神的な悩みを抱えてまして、はい、病院にかかろうと考えています。はい、おすすめの病院などありましたら教えてください。おすすめの病院、はい、なるほどね、はい、ということです。これはあの真面目、不真面目よりの真面目ですか。いやいや、真面目あ、これは真面目ですか、はい、真面目だと思いますよ。これは真面目ですね、はいはい、その辺はなんか汲み取ろうかはい、はい、それはね、うん、あのあれですよ、うん、夏美さんもね、うん、あの病院に何個かかかったことあるんですけども、うん、やっぱりあの何がいいとか悪いとかっていうのは人間死ぬ時しかわからないですよね、多分、うんうんうん、なのであれです、あのいいお医者さんに出会えるか出会わないかっていう、で出会えてほしいんだけど、うん、出会えるかっていうのが、うん、もうぶっちゃけ一番大きいんじゃないかと夏美さん思っていてですね。ああ、どこの病院がいいとかではなく、そこで働いてるお医者さん、お医者さん、いいお医者さんに会えるかどうか、うん、やっぱり最後は対人だと思うんですよ。ああ、なるほどなるほど、うん、だから私が出会ってきたお医者さんも何名かおりますけれども、うん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 、自分と夏美となんか、うん、相性が、相性が、うんうん、やっぱり合わない、なんか聞いてもらえてる気がしないとかですね、うんうん、やっぱりあったわけですよ、うんうんうん、様々なことが、うん、そうそうそう、夜中の救急に行くと必ずじゃあ入院してくださいって言われて、はいはい、でも今夜のあなたは心配だから拘束しましょうねとかって身体拘束をされたりとかですね、それはちょっと明日の朝までだけど嫌だね、うん、とか、そういうお医者さんは私はちょっとというか、まあ、病院の方針もあったんだろうとか、ね、そうね、あったのかもしれない、うん、そうそれで私はちょっと合わないなと思って辞めたりもしたんですけど、うんうん、だからどこの病院がいいっていうのはやっぱ断言できないし、うん、それにあの私が今かかってる病院の先生で、うん、ね、私主治医の先生で、うんうん、初めもう大っていうかちょっと好きじゃなかったんですよ、うんうんうん、やっぱりなんか、うん、ちょっと好きじゃなかったんですね、うんうん、それででも先生に会うたびに喧嘩とかもしてたし、うん、もう会って 1,2 回の先生と喧嘩するんですよ、うんうん、喧嘩してたし、それでもあの私がもう病院変えるから紹介状書いてみたいなことをもう本人に言ってしまって、それで紹介状書くよ、いいよ書くみたいな、うんうんうん、先生もそんな感じだったんだけど、でも夏美さん聞いてみて、これだけは聞いてって、うん、でどこの病院に行っても、うん、どんな医者にかかっても、うん、最低でも 3,4 ヶ月は様子見ないと、うん、どこ行ってもあんた一緒だよ、なるほどねって言われたわけ、うんうんうん、で、あ、なるほどと思って、あ、一理あるなと思って、うん、じゃあそれだったら分かったよ、じゃあこの目の前のこの
医者に3ヶ月くらいついてやるわ、うん、みたいな感じでちょっと3ヶ月くらいついていたところ、うん、気づいたら10年経ってました。あ、今ではじゃあ信頼してる感じなのかな。はい、信頼してます。うん、じゃあ答えとしては、うん、やっぱり夏美さんがいいって言ったところを案内したとて、うん、その人に合うかわからないし、だからこれは自分で探っていくしかないのかもしれない。なるほどね。そこが本当精神科とか他の病気もそうだけど、対人だから、対人だと思うから、うんうんうん、大事なところではあると思います。うんうんうん、ありがとうございました。はいはい、それではこんな感じでね、真面目な、うん、質問、真面目寄りのマジでしたよ。そうそうそう、にも教えて夏美先生のコーナーでは答えていきますし、ちょっとふざけたというか変わった質問でも、あの夏美先生は何でも知ってるんで、うん、夏美先生は何でも知ってる。なんかありますかね。はい、質問、はい、埼玉の郷さんから。あ、埼玉の郷さん、ありますありがとうございます。はい、夏美先生質問です。はい、沖縄行きの飛行機はなんで朝と夜、土日祝日のチケットが高いんですか。死に腹立つ。それはね、うん、あれですよ、あの腹立ってるエネルギーが、うん、きっと、うん、みんな腹立たせて、うん、平日に、うん、そのパワーをぶつけるんです。夏美先生何もわからないみたい。次行こうか、次の質問。次行きましょう。次行きましょう。すいません。はい、埼玉の郷さんより。いやいやいや、はいはいはい、埼玉の郷さん。はい、夏美先生質問です。はい、夏美先生質問答えます。はい、車を長年大切に乗っているのに、うん、なんで古い車は税金高いんですか。死に腹立つ。腹立つんだね。うん、うん、車を大切に乗っているのに、なんで古い車は税金が高いのか。うんうんうん、それはね、あの税金が安くないんだよね。うん、そうだね。うん、高いんだよね。うん、なんで高いのかってことに答えればいいんだよね。そうそう、なんで高くなるのかねって。自分が大事にしてる車を乗り続けてたら、うん、なんで支払う税金が高くなるんですかっていうことですね、先生。ああ、なんで支払う税金が高くなるんですか。うん、うーん、それはなんか、あのなんか決まったんじゃないですか。もともこもない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと夏美が今って、夏美さんも先生もちょっと手探りなんで。夏美先生めっちゃ手探りです。はい、この辺ちょっとあの平泳ぎです。もうちょい詰めていけますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。もう一個ぐらいないですか。ちょっとおめ返上したいです。あ、そう、ちょっと待ってよ。もう一個ぐらいないですか。高坊さんが来てます。高坊さん、こんばんは。こんにちは、こんばんは。はい、こんばんは。はい、あ、質問は今はないですね。質問ないですか。はい、じゃあ健太さん、何か質問ないですか。夏美さんに。うん、そうだね、うんうん、何でもいいですよ。何でもいいですか。夏美さん何でも知ってるんで。あ、本当。なんで人間はお腹が空くんですかね。なんで人間はお腹が空くのか。はい、なんで人間はお腹が空くのか。うん、うん、おい答えられてない。ああ、そうですね。なんで人間はお腹が空くのか。なんかあの動物だからですよ。夏美先生なんかダメかもしんない。このコーナーちょっと心配って。ちょっとこのコーナー心配。まあでもちょっとあのどこまでやれるか、はい、やっていってみましょう。はい、夏美先生何でも知ってますから。あの、そうそうそう、今日も帰ったらこれから勉強ですから。はい、そうですね。はい、明日の朝も明後日も勉強ですから。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、なんかね、夏美さん、夏美なりの、うん、なんかあれでいいんだよ。あ、何何考えたこと。あ、そう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 。じゃあ例えばね、うん、
近々、うん、お札、お金ね、お金、うん、今1000円札、2000円札、うん、5000円札、1万円札とあるんですけれども、うん、夏美先生、数字に弱いからこの質問もダメっぽいです。待ってください、大丈夫です、できます。 今パニックになってましたね、数字、はい、数字が出てきたら。まあ言ってみてくださいよ。あ、その、近々2万円札が発行されると聞きましたが、はい、2万円札に乗る人物、うん、誰になるんですか？マコーレーカルキン。日本の紙幣にマコーレーカルキンが。まさかのマコーレーや。あのホームアローンの。ホームアローンの。あ、そうなんですね。2人いたじゃないですか、あの泥棒が。あ、はいはい。あれ1人1万なんですよ。どういうこと？やっつけた人に一番なんですよ。分からん分からん、そうなんだ。そうなんです。てな感じで夏美先生の診察室、教えて夏美先生ですね。教えて夏美先生ですね、はい、ちょっとやっていきたいと思いますので。 やってみましたけども、そうそう、しばまあ今日はプレーで、うん、まあ次回もプレーで、しばらくプレーで続く感じだと思うんですけど、うん、続くんかい。プレーでね、プレーでね、はい、ちょっと皆さんのリアクション等を見ながら、うん、はい、やっていきたいと思いますので、はい、教えて夏美先生へのね質問もお待ちしております。メッセージね、はい、メンヘラ103 @gmail までどしどし、ご連絡いただければ、うん、メールいいね、タイトルにね、教えて夏美先生あってとか書いてくれれば、うんうんうん、はい、それで読ませていただきますので。そうだよね、これはあれだよね、うん、徳があるやつだよね。得がある、うん、夏美先生一人が恥をかくというコーナーではないよね。はい、そうです。大丈夫だ、はい、あ、ご安心ください。はい、はい、ではエンディングです。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングです。はい、夏美先生というか夏美さん、はい、はい、新しいコーナーをちょっと健太さんの思いつきでちょっと始めていくことに、はい、まあ隔週ですけどね、はい、なので今日はちょっと夏美、このなんていうの、新しい新コーナー、教えて夏美先生の説明会になりましたけれども、うんうん、はい、次週がメンヘラトーク、うん、でまたその翌週が教えて夏美先生でコーナーがあるわけですね。そうです。で、メンヘラトーク夏美先生、メンヘラトーク夏美先生という感じで、交互にコーナーを変えてちょっと収録していきたいと思うんですけれども、うん、そうですね、夏美もやる意味を見出していきたいと思います。はい、はい、ちょっと夏美さんの負担もねあるかとは思うんですけれども、いえいえ負担なんてないです、夏美先生は本当何でも知ってますから。でも何でも知ってますから。ハードル上げてますよ。大丈夫ですかね。大丈夫です、はい、来ているメッセージありますか。はい、ありますね、はい、あ、質問お読んでくださいよ。なんでヘは臭いのか。あ、なんででしょうか、夏美先生。はい、うん、ヘはですね、うん、きっとこう言ってると思うんですよ。こう言ってる、ヘうんうん、臭くて、うん、私たちを困らすために臭くいるわけではない、うん、で私たちを喜ばせるためでもない、はい、私はただの兵だ、うん、っていうことで、うん、出てきた時にきっとドヤ顔でへって言ってます。だから臭い。だから臭い。あ、そうだ、これは話が合わない。辻褄が合わないことを言っている。辻褄が合わないこと言ってるわけだ、それね。やばいぞ。みんなやばいぞ。夏美には荷が重いかもしれない、このコーナーが。いや、荷は重くない。そう、うん、夏美先生は何でも知ってるから。あ、でもそう、その夏美らしさでやっていけばいいからね。バン、うん、うんうんうん、おかしなこと言ってても、うん、はい、
おかしなことは言ってない。そうだね、そうだ、正しいことを言ってるのね。真実をしか言ってないのね。真実しか言わない。ハッシュタグつじつまとは。ツッコミがね、もう皆さんにもツッコんでいただいて、あ、皆さんもどんどんツッコんでいただいて、ツッコん、いや、ツッコミどころがないぐらい私は真剣にちゃんと真面目に答え、真面目よりにマジで答えてます。はいはい、あの、何でも知ってる夏美先生にちょっといろんな質問を投げかけていただければ、はい、皆さんもふるってご参加応募してください。はい、キュンです、してますね、キュンです。そうそうそう、たまにはね、うん、それこそ夏美さんにばっかり負担かかってもあれなんで、うん、助手の健太さんに質問ですって、おうおう、やってもいいし、うん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 、たまにはね。いやでも健太さん答えても面白くないはずだからな。いや、きっと面白いと思うよ。面白くないよ。大丈夫大丈夫、やってみよう、キュンです。だって夏美先生、健太先生、健太、助手の健太さんに突っ込んだりしないでしょ。突っ込む突っ込む、めっちゃ突っ込む。あのどっちかって言ったら突っ込む派よ。あ、そう、うん、じゃあまあ、今週のメインラジオはお開きで、お開き。じゃあまた来週。また来週。お、終わっちゃいました。話に夢中になってたね。寝ろうが言えなかったさ、今言ったら。寝ろうが言えなかった。そうだ、寝ろうが言えなかった。